そう、だから山中と話すと、俺と話すと仮面ライダーの話しかしないから、もうあいつはもういらないみたいな感じで言われたんだから、友達が。で、だから、小学校、中学校、高校でずっと、友達がいないんだよ、俺は。ずっと仮面ライダーな人生が、俺だから、嫌がられてんだよ、周りから。うるさいから。あいつが来ると、変身とか言い出したら、気持ち悪いから、誘わないでよって。話が合わないからね、逆に俺から言わせてもらって。どうせまたね、あいつと話しても、ライダー、仮面ライダーの話しかないから、つまんないから、いいよって。嫌がられてる、みんなが。ここに生きてきたんだ。死んだ。